は一人でやってみたいと思います。頑張ってください。はい、いいよ。これ入ってないんじゃない？あ、ごめんなさい。ちょっと待って、これ。はい。いくよ。ちょっと不手際ある。我々2人走ればみんな注目よ。
4ヶ月以上在宅の時にレコーディングしてみました。
ライブとは言えないような状況になってしまいましたけどね。まあ、これから約1時間、お付き合いいただきたいなと思います。ご紹介しましょう。ボーカリストマイディーバ斉藤です。よろしくお願いします。紹介します。ギタリスト、うせえんだよ。アップリスト営業の佐久間。なんか喋ってた。ました、今日新佐山の駅を降りましたら白い犬がいました。すごい可愛い白いワンちゃんがいました。おも白い。あの、ね、ウケない。ウケないわ。やっぱりおも白かったです。真っ
黒犬は真っ黒犬は見なかったんですよね、残念ながら。悲しくなるよね。悲しくなりました。頑張ります。最近野良犬とか見ないじゃないですか。それではですね、我々去年の今頃にそのコンビ組みましてね、基本、ポリシーと言いますか、ね、ポリシーだって考えない。基本ユニットの方向性としては昭和歌謡、しかも昭和歌謡と言いつつ、昭和ポップスと言いましてね、昭和の曲の中でもね、随分その垢抜けた曲がたくさんありまして、その中からいろいろピックアップしてやっていこうということで、去年の今頃始まりまして、さっき のオープンカーの曲は実は僕がオープン乗ってましたね、オープンカー。でそれの、オリジナル曲を作って、もうあれもなんとなく実は1950年代のオートスレディングからがカッパラテの曲なんですけど、まあ、知ってる人しか知らないっていうね。はい、はい、言いたいことで言ってます。はい、それでは行きましょう。ミオナね、ミオナちゃんのリクエストにお答えしまして、昭和ポップス、荒井由実行きますせ。いいっすか。笑ってみたいなかも。音出ねえし。はい、行きます。はい、全然行ってねえよ。なんでこんな音なのこれ。わかんない。なんかオーバードライブかかってるんですけど。ちょっとおかしいよ。オーバードライブかかってるんですけど、まあいいか。Thank you.
オーバークラブかかん、交換しましょうか。いい、オーバークラブかかんないようにしてくれる？普通の音に。割れてんの音が。普通のノーマルの音にしてくれる？それでいいや。それでいい。それでいいです。はい。あれいらない。いらない。いらない。あれダメ。もうダメです。もうダメです。使いません。はい、ごめん。前もってやってくれなかったですね。そうですね。はい、昭和40年代日本ポップスですね、歌謡ポップス、今荒井由実ですね、松任谷由実になる前の荒井由実でもう一曲いきましょう。今年はねコロナの影響で卒業式は全然できなかったけども、卒業写真なんか喋ってくれ面白い思い言っちゃったし、今日ちょっとあの初めてライブに娘が来て、彼ができて初めて私別れたってびっくりしたんですけど、あ、そうなの？おかしいだってごめん、シングレットさんかと思っちゃった。えかっこいいよね。うん、娘は、まあ、娘の年言うと私の年がバレそうだからちょっとそこは OK かな。うん、全然ダメ。全然ダメ。まだ喋ってる。いつものライブとはちょっと違ってっ変な汗をかいてる私ですいや、俺もだよ。やっぱ娘、身内が来るとちょっとすごく恥ずかしいということが今日やっぱり分かったんですいかにもこのなんかね、平成生まれって感じですよね。うん、でもな、でもな、今のな、社会の数字はな、未だにな、昭和の連中が動かしてるんだぜだからどうよって、いきます。Thank you.
ここら辺は平成の方々でもね、なんとなく馴染みのある魔女の宅急便とかね、そこら辺で聞いてるかと思いますが、うん、さてコアな昭和40年前に言いますぜ、ね、もうだーれもしない、もうだーれもしない、なんか歌浮かんだけどいいや、はい、それでは行きましょう、真夏の出来事、そろそろね、まあ梅雨ももう真っ只中でね、もうそろそろ来月、今年か、今月か、そろそろ夏になるということでね、真夏の出来事、知ってますか、真夏の出来事なんていう曲、知らないね、知ってる方がいます、あ、よかったよかった、バンバヒロフミの元嫁、元嫁行きましょう、はい
タジオ入りしましてですね、なんと5回もやりましてね、一生懸命やった割にはなんか結果があまりよろしくないんですけど、まあそんなもんでしょう、人生なんて。コロナ明け初のライブなので。そうなんです、そうなんです。リハビリを兼ねて4ヶ月ぶりの、人前ライブ。前回は、神田で、ライブやりまして、あの時はね、満員御礼でしたけどね、まあ我々もなかなかいい感じで盛り上がりましたが、今日も盛り上がっていくぜ。おおありがとうございます。よろしくお願いします。月影のナポリって誰の歌だっけ。森山加代子さん、はい、森山加代子さんね、行きましょう。昭和40年代初期です。なんと50年前の曲です。生まれてないかなということにしてください。平成の方はね、はい、はい、ワン、ツー、スリー、フォー。チンタラララリフンレバー過ぎちゃいましてね、もう後半戦ですわ、ね、あと半年我慢するとあの行く年来る年ですわ。本当にね、どうなってんでしょうかね。年々こう時間が早くなって、盛り上がってるかい。イエーイ。さあ行きます。この曲誰でしたっけ。野良上手ね。そう、あの日本歌謡という日本ポップスと言いつつたまに洋楽も入れます。We need
昭和55年の頃の曲、
あの頃ですね、アメリカ帰りのティナというすっごいあの、女性のコンビのね、すごいかっこいい、シンガーがアメリカから帰ってきて歌ってたんですけど、その中から僕が大好きな、とってもブルージーな曲なんですけどね、終わりのない歌、エンドレスソングですかね。あの僧侶智子さんと言いまして、まだ現役でやってますけど、ティナ大好きです、大好きです、ペーパードルとかね、やっぱ大好きですよねそんなことはどうでもいい Thank you.
結構面白くなりましたということで、え、次で終わるぐらい、あ、これ出すの忘れてた、旗、あともう少しで終わりますので皆さんよろしくお願いいたします。旗、え、あ、今頃三浦さん、セカンドラブチェイス、はいはい、行きます。それではこれを昭和かポップスと言っていいのかどうかちょっとわかんないですけど、は、スピッツ、あー、なんだっけ、みおのちゃんのリクエストでしたね娘から言うんでしょう、本当に嫌な汗が、本当に嫌な汗、本当はレパートリー入ってなかったら無理、まあいいや、無理です、え、ちょっと待った、眩しくて見えないね、はい、行きます。Yeah.
もうね、お母さん頼り、まあいいかな。今日は言わないといて。今日は言わないといて。お母さん書くよね。佐久間さんもですからね。お母さんからあるもの素敵だからね。楽しんでまいりました。サッパークラブエコだ。いよいよラストの曲になりました。あと1曲だけ我慢してください。その後は皆さんお待ちかねのカラオケタイムということで、昭和の歌姫斉藤のぞみが歌います。昭和の歌姫松田聖子。最高。ちょっと借りていいですか？
か。よいしょ。今日はね、エコダスーパー、サタークラブエコダさん、最高のライブありがとうございます。今日はね、お嬢さんも来てくれてありがとう。ギター借りていいですか。いいよ。木村さん、じゃあ一曲、あのギタリストの木村さんも来てるんで、なんか一曲。すみません、佐久間さんのギターでもいいですか。あ、全然、はい、お借りしてよろしいですか。はい、どうぞどうぞ。遠慮なさらずに。これまで一曲ぐらいでいいですか。はい、じゃあみんなが交代で歌うんで。ボリューム下げてますので。あ、エコも下げてます。